私が、ブレシと独占契約を結びまして、200点ばかり油絵を入れた時のことです。なんか記念誌を作りたいと思いまして、こちらのフランソワ・ブレシのカタログレゾネを作りました。ご覧になってくださいませ。素敵でしょう。とっても、日本の画家の方がこんな形でオレンジを主にして描かれる方がいらっしゃると思えません。私はこういうフランス人の本当にとても描けないような、とてもとても使えないような絵をさりげなく描かれる、このブレシのスマートさと言って良いんでしょうか。洗練された、それでいて温かいぬくもりを感じる絵、そんな絵がとても好きです。左側にこちらの作品ですね。こちらの作品はやはりアンドレの作品を描いております。夏、ちょうどアンドレがワインを飲んだ後、朝食なんですけれども、少し酔い加減になっている、そんな感じの作品ですね。右側の作品はお顔がないですね。こちらはまだお食事が終わった後なのに、なんかこうほっとするような、次に何が出てくるのかしら、そんな雰囲気を感じさせる絵です。こちらの作品はルーブル美術館の階段、あの有名なパリのルーブルの美術館の3つある中の1つの階段の風景、それを描いております。皆さんもご存知の通り、このカフェ・ド・フロールという場所、お店は、パリのサンジェルマン・デ・プレ、そちらの方にございます。その中でカフェ・ド・フロールで新聞を読む、こんな題名をブレシは使われました。左側に眼鏡をかけた男性がおられますよね。こちらのすぐ右側に新聞が見えますが、これはコラージュになっております。ちょっとおしゃれでしょ。こちらも同じくカフェ・ド・フロールの恋人たち。昔サルトルとボーヴォワールがデートをした場所でしょうか。ヘミングウェイも通ったというお話は伺っております。